公式テニス部で楽しい未来をつかみ取れ。それではどうぞ。失礼します。今宵は公式テニス部に入る人は現れるのだろうか。ではまずお名前を。浜松医科大学公式テニス部です。希望人数は？初心者も経験者も何人でも募集中です。募集内容は？プレイヤーとマネージャーを募集しています。あなたが思い描く未来のコーデは公式テニス部しか勝たん。それではオールオアナッシング、新しい部員をつかみ取れ。それではまず公式テニス部について教えてください。はい、浜井公式テニス部は前期週3回、後期週2回、主に浜松医科大のテニスコートで活動をしています。部活動としては西医大、西米、東海医師薬、東国体に参加しています。また浜松を中心にした個人戦にも参加することができるので、初心者でも1年目から多くの試合に参加することができます。外部のコーチも招いており、さらに実力を伸ばしたい経験者はもちろん、大学からテニスを始めたい初心者ともに大歓迎です。では公式テニス部の魅力を教えてください。はい、公式テニス部では大会の他に乱遊杯、学長杯、市外大交流戦といった試合もあります。初心者から経験者までみんなで楽しめるものになっています。またテニス以外にも医大祭ではダンスを踊ったり、長スパ、キャンプ、スキースノボ旅行に行ったり、追い込んがったりと、1年を通して楽しいイベントが盛りだくさんです。公式テニス部は楽しいですか？はい、もちろんです。公式テニス部はみんな仲良しで、先輩もみんな優しくて何でもしてくれます。ぜひ公式テニス部の新館に遊びに来てください。それでは公式テニス部に入りたいと思った方は挙手をしてください。はい、ということで完全オールで校庭への入部が決定しました。おめでとうございます。公式テニス部をよろしくお願いします。ぜひ新館に遊びに来てください。おめでとう、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 めでたいな、おめでとうさん、おめでとう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 、大学合格おめでとう。質問来てた。公式テニス部の新刊に参加しないことは犯罪ですか？結論、最悪の場合死刑になる。校庭の新刊はめちゃくちゃ楽しい。だからもし校庭の新刊に行きそびれて新刊に参加した人を羨ましがって殺害してしまったら、刑法199条により死刑。みんなも校庭の新刊にぜひ参加しよう。他にも知りたいことあったらコメントで教えて。甘い公式テニス部。質問来てた。戦争はどうしたらなくなりますか？結論、校庭の新刊に参加しよう。校庭の新刊はめちゃくちゃ楽しい。みんなが新刊に参加してくれたら楽しすぎて戦争どころではない。明日17日の新刊ではビンゴ大会をやるので、多分戦争は根絶される。ちなみに校庭の新刊に参加することはあの SDGs にも含まれているとか。他にも知りたいことあったらコメント欄で教えて。甘い公式テニス部。